もうちょっとね。いかがでしょうか。かっこいい、かっこいい。ミシェルー。はい、申し遅れました。私デュタネットとして活動しております。ゆいと申します。よろしくお願いします。みんな聞いてるか。ゆいです。はい、この度はですね、私ゆいちゃんねるというですねチャンネルをやってるんですけども、人狼企画を月1でやってまして、第3回目となります。今回は名探偵村ということで。名探偵という、ね、特殊役職が入った村を、ね、開催したいと思います。今夜も人狼を愛する素敵な皆さんにお集まりいただきましたよ。どうぞベン・ヌキさんから。あ、こういう感じで始まるの。びっくりびっくり。プロゲーマーやってます、大貫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブーンパーファミツアップのミコだよ。一番可愛いでしょ。ニコニコで人狼の動画を投稿していたりしています、村田と申します。よろしくお願いします。大貫と、一緒の、プロゲーマーではない格闘ゲーマーの小関です。よろしくお願いします。歌ってみてもやって、踊ってみてもやって、ゲーム実況もやって、MC もやって、 DJ もやって、コスプレもやってって何でもやっております。よろずやの人です。最高して日本プロ麻雀協会の麻雀プロをやっております樋口京香と申します。ゲーム実況者のヌドンです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ファミツアップスターズターザンババゾンです。よろしくお願いします。ガジェット通信、副編集長およびですね、まあ、普段番組の制作なんかをしております、インターネット文化人ヒゲワイズです。よろしくお願いします。みなかた研究所というところに所属しておりますタスクと申します。よろしくお願いします。スマートフォンアプリ人狼ゲームロゴクナック作者の鈴木和久です。今日もよろしくお願いします。それでは今回のルールを説明したいと思います。お願いします。はい、まず人狼ゲームのですね基本ですね、はい、推理説得コミュニケーションゲームです。村人人狼側と分かれて戦うゲームですね。はい、次お願いします。ゲームの進行についてですね、夜時間、昼議論時間、投票時間、処刑、夜時間というふうにね進んでいくのがこのゲームの特徴でございます。はい、続いてお願いします。投票時間、はい、プレイヤーがですね自由投票となっておりまして、決まった方から挙手をして、立ち上がって投票先を宣言いたします。投票の際はですね投票理由を語っていただいて構いません。続いてお願いします。はい、プレイヤーはですね投票された数を、自分の手のねこう手を前に出してカウントして、示していきます。それで決選投票なんですけども、こちらは一斉投票となります。決選投票で決着がつかなければランダムで処刑となります。遺言が残せます。遺言に内容に関する制限はございませんので、どうかご自由に遺言を残していただければと思います。はい、続いてお願いします。はい、役職の説明に入ります。人狼そして狂人ですね。このあたりはとてもシンプルな形でですね、通常の人狼と変わりないかなと思います。はい、続いて占い師、今回の村ではですね初日の夜占いはございません。お気をつけてください。霊能者はですね、これも通常の霊能者と一緒ですね、前の日に処刑された人物が人狼かどうかを知ることができます。はい、続いてお願いします。はい、狩人、今回はですね連続して同じ人物を守っていただいても構いません。連続ガード OK となります。ただし自分自身は守れないので気をつけてください。この村のね鍵を握ると言っても過言ではない村人でございます。はい、続いてお願いします。名探偵、今回の主役といっても過言ではない名探偵なんですけども、昼議論中に名探偵らしい決め台詞とともに CEO ができます。昼議論は一旦中断されます。議論時間、残り時間はですね途中ストップされますので、はい、ご安心ください。そして名探偵が推理を披露する時間が始まります。もうこれオンステージなのでね、好きにもう自分が主役だとばかりにね推理をしていただければと思うんですけども、そこで人狼、狂人、占い師、霊能者、狩人、今度全てを言い当てることができたら名探偵の勝利です。一つでも外してしまうとですね羞恥心で突然死してしまうので気をつけてください。はい、続いてお願いします。はい、今回の配役なんですけども、人狼が2人、狂人が1人、占い師が1人、霊媒師が1人、狩人が1人、そして村人が5人、名探偵はですね2人いるんですけども、この2人は決して味方ではありません。言うなれば、まあ、コナンと金田一みたいな感じで、別の屋号なんですよ。なので、はい、屋号、屋号、屋号、
ライバルって言った方が正しいですね。なのでもう一人の名探偵が見事正解して勝利しても、うん、もう片方の名探偵は負けてしまうこととなるので、うん、はいはい、どうかライバルに負けないように先に推理を正解していただければと思います。これ別にコナン近代じゃなくてもいいわけですね。カラクリ砂魂でもいいわけですよ。カラクリ砂魂でもいいですし、フルアタリンザブローでもいいでしょ。フルアタでもいいですし、いいわけですね。もうありとあらゆるね名探偵が集まってくる。重い重いね。もう年収上のトークだな。やめようよ、そんなのバレるから。ハードル上げんのやめようよ。モノマネ込み、モノマネはねお任せしますよ。確かにポアロでもいいよ、いいよ、いいよ、うん、ちょっとこの辺世代差が分かれるところなんですけどね、うん、各々の世代にお任せしますので、はい、はい、そしてこの村はですね役職が欠ける可能性があります。欠ける可能性があるのは、狂人、占い師、霊媒師、狩人、村人の中から一人 GM が役職を持っていく可能性があります。ちなみにですね人狼と名探偵は欠ける可能性がございません。ここだけ注意してくださいね。名探偵と人狼は絶対に欠けませんよ。狂人、占い、霊媒師、狩人、村人のうちのどれかが欠けてしまう可能性があります。はい、この辺も含めてね名探偵さんにはねズバッと当てていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。どうですかね皆さん、村人って5人より減ることあるの？そうそう、GM が村人を持って死んでしまった場合は村人は4人ですよ。はい、村人の中の誰かが探偵ってこと違います。村人とは別に探偵という職業があります。第三勢力といった方が分かりやすいかもしれないですね。語り制限はございませんよ。村人もね村人のメリットがあると思えば語っていただいて結構です。はい、探偵も語りありですね。探偵は書けないですよ。探偵 と、人狼は書けません。死んじゃった人も当てなくちゃいけないんですね。そうですそうです。名探偵は、はい、探偵は占ったら白です。いい質問。探偵は人間なので占ったら白だし霊媒結果も白です。はい、そこよろしくお願いしますね。はい、名探偵同時使用だった場合はそれは譲り合いでお願いします。はい、対抗の探偵は当てなくていいですよ。対抗の探偵は当てなくていいです。当てるべきなのは人狼、狂人、占い、霊能者、狩人です。これを当ててください。はい、それでゲームを始めたいと思います。